たまげるな。やば。どうもです。ガチ。今回ですね、はい、見附市でずっと来たかったお店がありまして、やっと来れました。楽しみにしてます。ガンもね、インスタで見つけて、そうなんですよ、ものすごい森のいい海鮮丼がね、はい、あったんで、ずっと気になってました。そのお店がこちらになります。美容いらないから大と小が海鮮丼であるんですけど、小も小なのに森がすごいとか、すごいですよね。台はもっとすごいし、ね、でちらし寿司もそんなに値段高くないけど、はい、めちゃくちゃ森がいい。でも実際実物を目にしてないから、はい、本当に大きいかどうか分かんないじゃん。そうですね。それが一番気になってたからね。はい。それやっぱ検証ですね。検証です。うん、はい。実際食べましょう。食べましょう。実際。はい。食べましょう。はい。バイヨン。ガチモンじゃないのか。でもランチメニューなんだ、うん、あ、そうね、すごいね。これも大と小がこれね、大さ10種類も入ってる、うん、すごい。これもうどの名前か原価丼だから、うわ、自分で音出しちゃった。マイクが拾ってくれると思った。喉鳴らすやつ、起動確保。もう柔らかいのは分かります。今日ちょっと柔らかいの多いっすね。うん。どうですか。これいくらでも食えるわ。すげえ柔らかいな。うん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 。ご飯が欲しいわ。うん。何でもいけるな。ご飯のおかずでもいいし。うん。つまみでもいいし。ああ。おいしいね。うん。生姜が入ってるの嬉しいよ。わかる。まあ、寒い時期さ。それ。かんぴょうわさび入り。僕のおすすめの、うん、おすすめなかんぴょうの食べ方なんですよ。初めて見たかも。かんぴょうのわさび巻き。うん。これね、ぜひ食べてもらいたい。うん。騙されたと思って。いただきます。うん、うまいな。合うんだな。合うんですよ。なんか、かんぴょうって甘い色。甘い色。うん。先に、うん、クッとくる。クッときての、こういく感じ。あ、うん、ちょっと甘みと、わさびのあれと、うん。甘みがね、追ってくるんだわ。あ、うまっ。おいしいよね。うまいわ。おいしいよね。うん。で、これ、酒のつまみ、つまみって感覚で、そうかもね。食べるのがちょうどいい。ほんだわ。これは限定ではなく、もう昼のランチでも不動の一番人気の
ランチメニューにもあり、ランチメニューにもあって、夜だとちょっと多少割高なんですけど、夜でもしっかり食べれる生チラシでございます。もうさ、米が見えないのよ。ちょっとね、僕貝が好きなんで貝で。うまいね。うん。鮮度抜群。うまい。いや、まず海から魚いぬなるってこれ。ここで全部消費できそう。いやー、これはすごい、これはすごいわ。どうやっていけってんのこれ。二郎系ラーメンみたいだね。二郎系寿司だ。ちょっとさあ、ボッコレネオンにしんかないんだけど。うわあ、大トロのこの脂見てくれ。テロテロやね。いきますね。噛まないで待ってるから。入れるまで、いや間に合わない。あ、そういうことね。こう食ってすぐ行かないと溶けちゃって溶けて間に合わないわ。切り身がでかいよね。でかい、マジででかい。これやばいぞ。これね、上にイクラが乗ってるんだけど、うん、その下にネギトロあんだよ。ほんとだ、うん、ほんとだ。見て、この米の山。いやー、何合あるよこれ、うん、米もしかも入ってるんだな。2合ぐらいあるんじゃない。しかも入ってる。すごいね。やばない、とんでもないぞこれ。いいとこしか使ってないんだ。あ、なるほどね、うん、ごめん、俺ちょっとね想像を超えたかもしれない。やばい、うん、うまこれ。贅沢すぎると思う。すごいね、うん、これ2500円ってやばいぞ。そうだよ、うん、ぶっ壊れてると思う。マジでぶっ壊れ価格。高いとこ行ってさ、うん、これぐらいで5000、まあこうそんなになってないけど、うん、小ぐらいでさ、うん、5000円6000円って食べてるけど、うん、全然引き取らないし、うん、いや、ワンちゃんこっちの方がうまいんじゃねっていう。すごいわ、やばいね。2500円でも安いんじゃないかなって思うんです。ママさん、ショーっすよね。ショーでこれだよ。いや、マジすごいね。いや、ほんと、メロンぐらいあるから。確かにメロン。あっちスイカだったら。これはスイカだけど、これはメロンぐらい。マジで。マジでね、オールスターなんよ。脇役とかが。いないよね。ほんとオールスター。いや、ほんとに。野球の守備陣全部揃ってんの。まず1番、尾形。いただきます。トロすごいな。2番もときですかね。かわいなことやね。かわいですか。ブリかな。
量。いやすごい。なんかさ、この中で今までのなんか比べるようで悪いけど、佐渡の長浜とか、はい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 、トップランクというか、はい、もうそれレベルだね。おお、引けを取らず、うん、こっちの佐渡島にも素晴らしいお店あるけど、うん、こっちの新潟の中心の見附市でもこんなに素晴らしい海鮮丼があると、うん、いやちょっとね本当にあの写真で見たことあったけどそれを完全超えました。確かに。うん、うめえな。すごいよね。すごいわ。なんかメニュー表にさ、うん、原価丼って書いてあったじゃん。うん、嘘偽りないよね。いや本当にめちゃくちゃ切り身もでかくてさ、うん、でねやっぱあと米もうまいね。美味しい。めちゃくちゃいい。これでだって戦後、うん、ショーでしょ。やばくね。うま。なんかよくさ、うん、写真よりお店来てみたらがっかりパターンとかさ、うん、底上げパターンとかあるけどさ、うん、本当に嘘偽りないないわ。写真以上だ。驚愕。うん、最後、うん、はい、ということで噛んでていかがだったでしょうか。食ったけど、食ったけども、食ったけどさ、もう想像をはるか超える。いやね、質と量、うん、あのね、うん、質半端ない、まあ、量も半端ないけど、すごい、すごい。ショーでもマグロ3枚入ってて全部トロスからね。これね、ガチお世辞抜きで、うん、うまい。マジでおすすめ。マジでうまい。すごいね、ほんと原価を、うん、原価丼っていう理由が分かる。ほんとそうよね。もう値段ぶりなんてことじゃないよ。大、うん、やっと食ったくれよ、ね、やっと食ったな、ね、うん。1キロあんじゃない絶対。うん、あれパンパンに詰めてるからね。米もあるし、多分ねこうふっくら盛るとかじゃないと思う。うん、詰めたってことは本当に、うん、押してるもんね絶対。マジで喧嘩飛んだね、うん、いやー大将見てくれてるしね、うん、いや嬉しい ね, ね。いや俺結構見てるんですよ俺ちょっと感動しちゃった。俺嬉しい気持ちだったね皆さんを見つけにお寄りの際はぜひぜひ足の方を運んでみてください。色紙がね飾ってあると思うので、また聖地巡礼する方はぜひ来て写真撮っていただいて第2に挑戦していただきたいですね。はい、ね、第2挑女性食えるかな、うん、超チラシなら食えるか、うん、女性ね。ちょっとそうだ、チラシなら、うん、でもチラシもなかなかよ。そうだよね、器結構大きかったもんね、うんうん、なかなかある。だってみんな気づいてないかもしれないけど、うん、俺もう春今パッパンなのよ、うん、いやいや知ってる。ちなみに、うん、今息止めてるから、ね、いや止めなくていいから。知らない声出てるから、うん、1回も吸ってないまだもう3分ぐらい回ってる。空気すらもう吸える状態じゃない。これもう吸ってるボールボールということで、よろしければチャンネル登録、はい、高評価、たくさんコメントお待ちしておりま す。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。うん。あ、本当お寿司屋さんの塩辛。ね、うん、ネギトロもうめえ。
胃袋破裂するかもしれない。いや本当にちょっと俺も今年1位食べよ。グループ取って入ってるから惜しい。ノアル来た時より出てる増えた増えた2キロぐらい増えた吸収率の良さね。リスみたい。ここに貯められるからね。あとここここに貯めれるから、感動だった。ハクトは言ってるだろう。高橋さん聞いて、最後。ノンポ君、わさびはサビ抜きだ。わさびはサビ抜きだ。